さんは自分より少し年下の人と会話するときどうしてますか？うわ、なんか難しいね、授業の合間の雑談。個別指導塾の先生、すごい優秀な方。ねえ、すごい。お世話になってたな。私もお世話になってました。全然個別指導じゃなくて、もう集団で。集団で。はい、ひたすらカキカキしてました。どう接するのがいいんだろうね。ですかね。でも雑談が上手い先生ってやっぱり授業人気に。上手に、すごい人気でした、生徒から見て。うんうん、年下の子とさ、喋る、メンバーだと同い年みたいな。